一つ聞かせて。あなたは思い出しているの？自分自身を、自らが犯した過去。はい、すべてじゃないけど。だからこそ、もっとミラージュを集めて、記憶とも向き合うつもりです。それで、私を呼んだのはなぜ？このまま彼らと戦っても、アウィンネ…アウィンさんも私たちも、何一つ望みのものは手に入りません。そんなこと、わかるわけない。わかるんです。もう、見てきたから。だから、あいつらと戦う前に、この世界を救うために、私たちに協力してください。何をするの？あの穴を使うんだ。アルテマゲート？あれを何に使うの？再びあれを開けようっていうのなら。もともとあれはアウィン姉さん、いや、召喚師たちの力がないと開かないんだ。召喚師は異世界のミラージュをこの世界に導く力を持ってます。それは世界と世界をつなぐ力。そういう力はあなたたちミラージュ使いの方が強いわ。まあ俺もついさっき一人でいろいろ思い出してる姉ちゃんに聞いたんだけど、ミラージュ使いの力は召喚師のそれとは違います。ミラージュ使いは父のようなクリエイターの力で生み出した小さな世界の中にミラージュを閉じ込め、それを解放して彼らの力を使ってるだけなんです。ただしそれにはルールを曲げるブレイカー、母のような力が必要なんですが。そうだったの？だからルース様とローク様、そしてあなたたちはあらゆるミラージュを。ええ、さらにブレイカーはその保有しているミラージュの力を抽出し、自らの力にもできる。だから俺たちはミラージュを集めるほど強くなる。そして過去の私たちがミラージュを集めたことは、結果母さんから力を奪うことにもなった。待って、あなたたちが世界をつなげる力を持たないなら。あの時ブレンディレスを呼んだ時、俺はアウィン姉さんの力を使ったんだ。あのクリスタルの檻で。そうだったんだ。確かにあの檻は私の力を強制的に引き出すものに感じた。だからブレンディレスたちに私の姿と力の一部をいいように使われて。ちょっと待って、じゃあ奴らは。そう、赤の予言で世界や私たちを騙し、ラーンにゲートを修復させ、召喚師の力を集めて再び異界と道をつなげた。はい、そこまでは分かったわ。それで最初の話、アルテマゲートを一体どうするの？破壊をしたところで。分かってる。あれを壊したって、ブレンディレスを倒したって、この世界に溢れてしまったマシンはどうにもならない。だから逆にする。逆？はい、穴をゲートを逆に通して、マシンやブレンディレスたちを向こうに送り返す。そのためにアウィンさんと召喚師たちに力を貸してもらいたいの。今さら頼み事なんて、虫のいい話だって分かってます。分かったわ。え？あなたたちのやろうとしてることがうまくいくのかどうかちょっと分からないけど、やってみる価値があるように感じる。でも。はい、奴らが見逃すわけないですね。それもあるけど、奴らの体はあなたたちの。それも知っています。でもそれは私に、私たちに任せてください。分かった。その時が来たら声をかけて。ありがとうございますアウィンさん。昔みたいに姉さんでいいわよ。まあそんな呼ばれ方逆に気持ち悪いよ。
なんとかなんだろう。これは幸せを生み出すって。だからな。さてさて、ミラージュをもっと集めるなら私のゴシップギャザーの出番ですかね。